ここはイオン室蘭店。かつてここは室蘭サティという店であり、ここでの目撃情報を最後に一人の女性が神隠しにあったように姿を消しました。事件から20年以上経過しましたが、いまだに有力な情報が出ていません。2000年代の代表的な失踪事件であり、知っておいてほしい事件です。それではどうぞ。2001年3月6日、北海道室蘭市の繁華街で一人の女子高生が突如行方不明になった。行方不明になったのは当時高校1年生だった千田麻美さん。人通りの多い繁華街、加えて昼間に起きたということで、失踪事件としてはかなり異質であり、全国的なニュースになった。千田麻美さんは当時自宅から7キロメートルほど離れたパン屋でアルバイトをしており、学校が公立高校の入学試験で休みの日に働いていたパン屋にて、オーナーからコーヒーの入れ方を教わる予定だった。千田麻美さんは正午過ぎにパン屋に電話をかけ、午後1時過ぎに行きますと店に伝えた後、午後0時25分に自宅を出発。ジーンズにベージュのブレザーで、バーバリーのマフラーに緑色の革靴姿で自宅を出た。ここから千田麻美さんは不可解な行動を取るようになる。自宅近くのコンビニに立ち寄った後、道南バスの停留所白鳥台中央からバスに乗車したが、この時に通りかかった友人が千田麻美さんがバスの後部座席から手を振ってくれたことを証言している。そして本来であればパン屋のある停留所東通りで降りるはずであるが、なぜかその停留所を通過して3つ先の停留所東町2丁目で下車。この時すでにオーナーと会う約束の午後1時は過ぎていた。千田麻美さんが降りた停留所で千田さんの姿を同級生の男子2人が見かけており、道路越しに挨拶を交わしたと証言している。千田麻美さんはそれからスーパー室蘭サティに立ち寄って、化粧品売り場で15分ほどぶらついており、その様子は店の防犯カメラに収められていた。これが最後に確認された千田さんの目撃情報である。その後13時46分に千田さんは交際相手と PHS で会話。これ以降千田さんの声を聞いた者はいない。パン屋のオーナーは約束の時間を過ぎても来ない千田さんを心配し周囲を探した。しかし千田さんの姿は見当たらなかった。これが千田さんが神隠しにあったかのように消えた顛末である。自宅を出発しパン屋の本店へ向かうまでの間、千田さんは数々の不可解な行動をとっていたこと、またこれだけ人通りの多い白昼の繁華街にもかかわらず有力な目撃情報もなかったことなどから捜査は難航。事件にあったのかどうかもはっきりしないまま、千田さんの行方は分からず迷宮入りとなった。公表されていた千田さんの特徴は、生年月日当時16歳、身長153センチメートルぐらい、体型痩せ型、頭髪黒髪のストレート、服装ベージュ色のブレザー、紺色のジーンズ、バーバリー製チェックのマフラー、緑色の革靴。住所北海道室蘭市白鳥台1丁目とのこと。また千田さんは容姿に恵まれており、容姿端麗でファンクラブまで存在すると噂されるほどの美人であった。性格は真面目で、失踪直前にオーナーとの約束をすっぽかしたことが明らかになっているが、同級生らは口を揃えて千田さんがそんなことをするはずがないと証言した。この事件で特に不可解な点を挙げていくと、まず千田さんは約束の時間を過ぎているにもかかわらずパン屋本店の最寄りバス停を通り過ぎてショッピングモールの化粧品売り場をうろうろしていたことである。先述したが、千田さんは真面目な性格で
約束をすっぽかすような人間ではない。この行動には何か理由があるはずである。もう一つはパン屋のオーナーである。オーナーは約束の時間になっても現れない千田さんが心配になって周囲を探しに行ったが見つからずに引っ返しており、その後は体調が悪くなったため自宅で寝ていたとのこと。不可解なのは千田さんに電話で連絡を取っていないことである。千田さんは PHS を所持しており、当然オーナーも番号を知っている。約束の時間に現れない相手にまずする行動は周囲を探すことではなく電話をかけることであるはずである。オーナーはまず周囲を探したが見つからなかった後も千田さんに電話をかけていない。これはかなり不可解な行動である。当然のように真っ先に疑われたのがオーナーであり、警察も3日間にわたって任意の事情聴取を行った。オーナーが犯人で間違いないと思ったのだろうか、所有する車両の押収、自宅と店の捜索などとありとあらゆる手を尽くしてオーナーが事件に関わっている証拠をつかもうと懸命に取り調べた。しかし千田さんが関わったような形跡は一切見つけることができず、オーナーは釈放。しかしオーナー犯人説は周囲にも知れ渡っており、噂が広まったことでパン屋は閉店を余儀なくされた。そして引っ越すことになるのであるが、この時住んでいた家を取り壊している。警察はこの行動を疑い、更地になった土地を重機まで使って掘り起こし、千田さんの形跡がないか徹底的に調べた。しかし手がかりは何一つ出てこなかった。それからストーカーに襲われた説、北朝鮮に拉致された説など様々な憶測がされたが、20年以上経過した今でも決定的な証拠は見つかっていない。生きていれば30代後半になっているため、かなり顔形も変わっていると思われる。この事件が不運だったとされるのは、失踪当時学校が休校だったため千田さんは私服であり、街に完全に溶け込んでしまっていたため目撃情報が極端に少なかった。後にテレビにも取り上げられ、霊視による居場所探し、犯人探しまで行われたが解決には至らなかった。初動捜査で警察犬を使わなかったことなど様々な不備が重なったこともあるが、なんとか千田さんにつながる情報が現れてほしいものである。